こんばんは、ごま好きのごまこです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。突然なんですけど、皆さんは行きつけの場所ってありますか。行きつけの場所ってさ、お店の感じで決める？それとも人の感じで決める？ってことを聞きたいんですけど、私ね、結構人で決めることが多くて、その個人でやってるところ、個人なんて言うんだろう、あんまりさ、その大きく、その大きい店、スーパーとかだったら近くに行くしかないじゃないですか。だから店員さんとかはあんま気にしないんだけど、その美容院とか整骨院とか個人でやってるっていうか、なんかそんな大きくない店、美味しいご飯屋さんとかこじんまりしたところは結構ね、人っていうか店員さんで決めることが多いんですよ。なんか愛想悪い店員さんとかだったら嫌じゃないですか。だから優しかったり、あ、この店員さんとは話してて気が合うなとか、フィーリングが合うなとかいうところを行きつけにしてることが多いんです。あ、美容院とかだったら結構ね、私話しかけられるのが苦手なんですよ。だからもうそういうとこには行かなくなったり、なんかもうそういうところ、なんだろう、美容院はもうさっと切ってさっと済ませたい感じだから、最近はね、近所のキュービーハウスにばっかり行ってます。ばっかりっていうか、そんな、半年に一遍ぐらいしか切ることはないんですけど、キュービーハウスはね、本当にさっぱりしてるんですよ。なんだろう、あっさりあっさりしてるんですよ。あのラーメン屋のさ、食券みたいに、あのまずね、機械があって、そこにパスモか現金で1200円入れて、で券が出てきて、で順番に待つ椅子があって待っとくんですよ。で自分の番が来たら、その食券みたいな券を店員さんに渡して、で荷物を扉の中入れて、で10分20分ぐらいで切ってもらえるんですよ。でその間店員さんは何も話しかけてこなくて、めちゃめちゃ楽なんですよ。でそんな高いわけでもないし、まあ、私以外ほとんど男性の人、おじさんが多いんですけど、まあ、私はね、そんなおしゃれなとことかそういうの気にしないから、あのさっぱり短くしたり量を軽くできたらいいやとかね思って、また最近はキュービーハウスに通っております。あと行きつけのお店は整骨院なんですけど、その近所のね、整骨院、行きつけのところあったんですけどね、1ヶ月ぐらい前に突然潰れちゃって、しかも何の連絡もなしに、急にね、なんか解体作業みたいなの、やってるところをたまたま、通ってた時に気づいて、え、なんで急になくなるのって思って、で新しい整骨院の店探さなきゃなと思ってたんですよ。で YouTube でいろいろその分野に特化したお店ないかなって思って調べてて、
金子正さんっていう人知ってますか？結構 YouTube でね、見たら結構有名な感じなのかなって思うんですけど、そのストレッチを医学にって謳い文句で結構ね、人気を博してる人らしいんですよ。で、なんかお腹の筋肉とかを押したり、特殊な技術で何十年も痛みを抱えてる人を楽にしてあげるっていう動画が結構多いんですけど、私もちょっとでも楽にしてもらえたらなと思って、で、近場のね、結構関東に何店舗かお店を出してるんですよね。で、試しに行ってみるかと思って行ってみたんですよ。その人はいないんですけど、その弟子みたいな人を結構輩出してるみたいなんで、その習得した弟子の人に結構お腹の筋肉をほぐしてもらったりとか、ストレッチとかしてもらったりして、結構ね、痛かったですけど、終わった後はちょっと腰の痛みが軽くなったかなって感じがしました。腕をね、何回か通えば痛みは軽減されるみたいなんで、ちょっとね、定期的に通いたいと思います。なんかね、私は男性が苦手で、そういうマッサージとか整骨院行く時も女性指名で予約してるんですよね。で、その女性の先生がめちゃくちゃいい人で、明るくて優しいからすごく安心できるので、これからもね、通おうと思います。そこはね、1回5000円なんですけど、ここのストレッチの整骨院行く前にまた YouTube で調べていいなと思ったとこがあって、そこはね、1回1万円で、しかもそんなにね、なんか手術してもらって痛みが軽くなったなって感じがなくて、あ、行かなきゃよかったと思って、で、そこには予約してたんですけど、他にいいとこ見つかったんで、そこで改善してもらおうと思います。短い間でしたが、よくしてくれてありがとうございますって言ってメールを送って終わりました。なんで今はストレッチを医学2のところのとこに通ってます。週1で通うとだいぶ改善するそうなんで、頑張ってね、腰痛とか股関節の痛みとか肩こりとか 全部ボロボロなんですけど、ちょっとね、改善していこうと思います。そして元気な体で作品作りをしていきたいです。あとね、なんか行きつけのお店見つけたいなーっていう場所があって、私ね、ラーメンがすごく好きなんですよ。って言っても、今年に入ってラーメン好きがさらに加速してしまったんですよ。なんでかって言ったらね、うちのお姉ちゃんね、めちゃくちゃグルメオタクっていうかグルメでね、いろんなラーメン屋歩き回ってんですよ。で、自分でもカップ麺とか食べて、これがうまいよ、あれが美味しいよとかね、いろいろ教えてくれるんですよね。
で、お姉ちゃんの影響もあって、なんかね、ラーメン屋さんの行きつけのお店とか、できたらいいなとか思ってます。なんかちょっとね、家系ラーメンとか二郎系ラーメンとかそういうところ行ってみたいんですけど、ちょっと時期って一人じゃ行けてないんですよ。普通のラーメン屋はお姉ちゃんと行ったことあって、普通にメニューを頼むだけなんですけど、なんか噂によると二郎系とか家系とかよくわかんないんですけど、なんかお店の人にニンニク野菜なんとかとか聞かれたら答えなきゃいけないみたいなやつ、あれが怖くて怖くて、そういうとこにはなんか行けないなーって、ブルっちゃってね、行けないなって思ってます。カップラーメンも時々無性に食べたくなる時があって、夜食に食べたりとかするんですけど、最近美味しかったのはね、なんだろう、蒙古タンメンのやつ、ちょっと大きいサイズの、あれにね、納豆とチーズ入れて混ぜて食べるとめちゃくちゃ美味しいんですよ。よかったらやってみてください。ちょっと辛いし、ちょっと辛いのが苦手な人はきついかもしれないんですけど、私は、ちょっと納豆とチーズでマイルドになるから結構食べやすいなと思ってます。はい、そんな感じで皆さんの行きつけの場所とかあったら教えてください。それ、またね。おやすみなさい。